どうも、ボーラーホリックっていうストリートボールブランドをやってるタナです。ボーラーホリックっていうのは、まあ、ストリートボールブランドなんですけど、コンセプトがオールデイオールナイトエビリウェアエニウェアって言って、まあ、いつでもどこでもこうバスケットを やったり感じたり、こう日常にもっともっとこうバスケットを溢れさせたいなっていう、まあ、バスケットボールを最高にこう遊ぶブランドです。そして今回、ザ・ベスト・オブ・ボーラホリックということで CS パークさんの方で、今回この企画したものにボーラホリックで挑戦させてもらいました。まあ、僕らはボーラーにいつもこうスキルスキルっていうことを伝えてるんですけど、こう本当にそのワンプレーでこうその人の人生変えちゃうような、で会場の雰囲気が見てる人の心を動かすような、プレーをやっぱり僕らも追求してて、まあ、そこに今回フォーカスして2つ選ばせてもらいました。ザ・ベスト・オブ・ボーラホリック、1つ目、中央大学垣内選手。これは、まあ、やっぱ最初にこのハンドリングでしっかりこう相手を見ながら緩急をつけた、ハンドルとリズムで相手をしっかり抜いて、さらにその後カバーに来た選手も対応してるっていうのが、やっぱこれを選んだ理由かなっていうのが一個ありますね。やっぱちゃんとそのメイクまで持っていくっていうプレーっていうのは、ハンドルの後にしっかりメイクするっていうのが、これは両方とも結構こう面白いプレーだったんで、これはちょっといいかな。あの垣内選手見たいっすね。はい、なのでこれ垣内選手選びました。ザ・ベスト・オブ・ボーラホリック2つ目、拓殖大学岡本飛龍選手 VS 西武文理大学田中康介選手です。いいね。よし。よし。これは僕見に行ってたんですよ。これ。これ見に行ってて、でやっぱ何やろ、このすごくこのマッチアップがやっぱ見ててすごく魅力的で、こうやっぱ康介はボール持って。ああやってこうドリブルで仕掛けるところに飛龍がやっぱ下がらずにこう前から彼がしっかり足でついていくディフェンスっていう、こうこのオフェンスとディフェンスのしっかりその土俵でやり合うプレーにやっぱすごくいいなと思ったし、その2つともやっぱしこういいもの、ハンドルスキルも高いししっかりついていく足っていうのもあったんで、一個一個がすごくこう緊張感のある、たったボール運ぶだけでも一瞬一瞬がこう目を奪われる、結果この試合は点差開いたんですけど、すごく一個一個のプレーに見どころがあったなっていう、なんかこういう自分のプレーに対してしっかりプライドとこだわりを持ってやってる選手っていうのは、やっぱこう湧き出てくる雰囲気だったり、僕そういうの大好きなんで、これはもう僕は上から見てやれやれやれってこう一番楽しんでたあのプレーですね。なので、まあ2人なんですけど、これはぜひ入れたいなと思うし、やっぱいいディフェンスあってこそいいオフェンススキル、いいハンドルスキルが生まれてくるんで、どん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 なんかちっちゃい選手でもこうやって自分の武器を磨いていってほしいなと思ってこれを選びました。以上2つの、プレーが今回、まあ、選んだんですけど、まあすごい僕何回も見て、まあ、悩みました。でまあ、例えばあの寺園修斗選手のプレーも結構僕好きで、まああそこであれやるかみたいな、まあ彼あれも多分その瞬間にあれができるということは、やっぱり普段からボールをついてる証拠だし、なんか彼があそこであれをやろうとした、なんかこうなんつうのかな、こうギラギラした感じが、まああのワンプレーで伝わってきたし、まあ今回はまあこの
2つでいこうかなと思ってます。で、今回受賞した、3人にはボラホリックから、プレゼントがあります。まずは、このボラホリックの先月発売したボールなんですけど、もうこれはとことんついてほしいなと。これもう夜見えないんで、あのもう感じですけど。あと、これね、ボラホリックのタンクトップ、これももう擦り切れるまで着てほしいなと。タンクトップ、これちょっと色がいろいろあるんで、どれか一色プレゼントしたいと思います。さらにこれがね、これがいいよ。これ今ね、作ってます。これストリートソックスって言って、実は第1弾も、相当な数作ったんですけど、すぐになくなった実はやつで、新しいカラーで登場です。これ、3足セットです。これストリートソックスといって、もう一つスペースボールっていうブランドとスペースボールマグっていうブランドコラボした、ソックスなんですけど、これをぜひ履いてほしいなと。これが多分もうちょいで出ますんで、この3つをプレゼントしたいと思います。ということで、ボラホリックは引き続き、大学バスケットボールにこれからも、注目していきます。僕らはそのさっきストリートボールブランドって言いましたけど、バスケットボールをね、よりいろんなところでやれる機会とかっていうのをもっともっとやっていきたいなと思うし、今そのやる場所っていうのも結局世界もね、挑戦すればいけるし、本当にいろんな世界に今やれる場所が実はあると思ってます。なので今皆さんは大学バスケでこう一個一個の大会に向けてチームで頑張ってると思うんですけど、これから大学からやっぱりいろんなプレイグラウンドでどんどんプレーしてほしいなって思います。はい。で、ちょうど今開催されてる、新人戦ですかね。でこれも引き続きザ・ベスト・オブ・ボラホリックやります。なので、1、2年生これを、ゲットできるように僕らをなんていうんですかね僕らに衝撃を与える、そうですね、インパクトを与えるワンプレーを、期待してます。楽しみにしてます。それでは頑張ってください。ありがとうございました。ありがとう。